イメラジオ第六千九百九十五回。今日は令和六年十一月五日火曜日です。時刻は午後四時半。横浜港北センター北の観覧車が今日はオレンジ色に全開でライトアップですね。全然こんな夜ないんですけど嬉しいですよ。昔はずっとオレンジか緑に毎晩は光ってたんだけど、コロナの頃からでしょうか外しか光らなくなって。 今日は光ってますね嬉しいですねセンター北の観覧車さて今回はアメリカ大統領選の行方いよいよ今日日本時間で11月5日アメリカもうちょっと遅くなりますから今日の夜中ぐらいですよね日本のから投票が始まります何で火曜日なんでしょうねもっと日曜日にやった方がみんな行きやすいのにとか思うんですけどあと期日前投票 もうアメリカは当然あるでしょうからそれで、まあ、やってるのかもしれない日曜にやりゃいいのになんで火曜なんだろうトランプ候補の方があの激戦州を含め優勢なようだこういう話を夢ラジオではしてましたねで今日の日を迎えましたでトランプ候補に当選となれば戦争は早く終わるでしょう 本人人そそう言ってるるしそれだだけの力の力ある人だと思いますウクライナの戦争はすぐに片付くと思うあれ結局アメリカがあのウクライナに決定権があると言いながら武器の援助とか資金の援助とかやってるからずっと続くわけなんですよねだからアメリカがもう戦争をやめる,やめると資金も援助しない武器も援助しないその代わりロシアとはきちっと話つけてくるからゼレンスキーさんちょっと待っててくれと。 ほんで、プーチンさんとトランプさんは話すことのできる間柄ですから、ここまでで、えっと、引いてくれないか、みたいないかにも取引ですよ、うん。その代わり、ここの領土はもう認めると。で、それを持ち帰って、ゼレンスキーさん、ここまでやと。うん、どっちみちもうアメリカの資金と武器がなかったら戦争できないやろうと。これで手を打ってくれ、くらいな感じですかね。ウクライナは戦争が終わりやすい。 イスラエルはどうなんでしょうね、イスラエルとイラン、これはトランプさんでやれるんだろうか。トランプ候補は、ウクライナの戦争もガザの戦争も、どっちもバイデン政権だから起こったんだ、自分が大統領だったら、あの2つの戦争どっちも起きてやしない、これはある程度説得力あるんですよね、トランプさんの時期につまり2016年から2020年までは戦争起きてないし、確かに。 で今からもし4年間来たら戦争起きそういないなと思うんですよね。戦争という点では、あの、トランプさんがなった方がいい。別に民主党や共和党やっていうイデオロギー関係なしにね。だから、これずっと前からではないんだけど、ずっと前からではないんだが、2000年に入ってからはです。つまり21世紀に入ってからは民主党が非常に好戦的ですね。ほんとそう思いますよ。 もちろん急いで付け加えなきゃいけないのは例えば2003年イラク戦争ありましたよね。であれ共和党じゃないですか。あのブッシュ大統領の頃。だから共和党だって戦争やってんじゃねえか。いやいやそれはその通りですよ。うんそれはその通りなんですが、まあ、あれは9.11というまたちょっと別な問題でああなってるので。その もちろんイラクに大量破壊兵器なんかあの時なかったし、そもそもイラクと9.11と関係あったんかいという、なんかそういう、あの、素朴な疑問もあるんだけど、なんもそんなんないのに、あの、他の国に戦争が起きることを見過ごすというか、ほっとくというか、アメリカは事前に他の国の戦争を 未然に防げる力あるはずなのにそれやらない。で、戦争が起きたわどうしようと。で、ウクライナみたいにアメリカが援助し続けたら、それはウクライナを戦い続けることができ、そして、ロシア兵とウクライナ兵だけが死んでいくと。うんまあ、バイデン政権が非常に、実は好戦的だった。で、それを引き継ぐハリスがなったらまた戦争が終わらない。これはもう目に見えてますね。 あと、ハリスはね、今、中絶のことをしきりに言ってるんですよ。で、ハリスがなったら、大統領に中絶できるアメリカだけど、トランプがなかったら中絶できなくなると。そして、自分の体をどうするかは女性の権利なんだ、とか。これもなんかずれてんですよね、私、には。そもそも中絶って大統領選のテーマなわけとか、そもそも論言いたいですよね。 なってんですよ。で、トランプさんはもう中絶はダメだと。特に9ヶ月とか、場合によっては、体外に出てから、母体外に出てから、その中絶してる場合もあるんだと。トランプさんこう言ってて、で、あの、テレビ討論の時にはそこで、さっと司会がですね、あの、母体外で中絶したというケースは報告されていませんっていうふうに、さっとこう、訂正が入ったんだよね。ただ、 あの頃も言いましたけど、なんでトランプさんがあらかじめそれ言うって分かってたんでしょうね。あの、司会者たちね、さっとそのトランプの発言のすぐ後に、その、ファクトチェックっていうのを入れてたんですけど、あの、トランプさんがペット食べてるって言ったら、あの、オハイオ州でペットを食べてるという事例は今のところ報告されてはいませんみたいな。えその、調べるのに時間かかるはずだけど、と。うん。それはともかく。 という感じで,ですね一番今アメリカにとって大事な問題移民問題ですからで移民っていうのではもうトランプが言うようにもう制限するあるいはもう送り返すとんでもないのがアメリカに入国してるっていうのが正しいのでですからあのしかもハリスはその移民の入国を担当する担当官だったのに何もしなかったじゃないかとトランプが言ってるわけですよね。 これについてカマラ・ハリスは答えてないんですよ。明確には。で、実際バイデン・ハリスの政権で移民がドドーッと入った。つまりトランプが前の時、2016年から2020年にかけて壁作ってた、あれを開けたのは確かにバイデン・ハリスですよね。それをトランプさんが言えばもうそれだけで勝負あったなんだけど、なんか突き崩せていないんですよね。で、接戦と。 アメリカの動向は世界に影響を与え、そしてもちろん日本はアメリカのまあ属国みたいになってますからものすごく影響を受けるわけですよ。だから世界的にもそう、アメリカにもそう、より良い大統領を選ばなきゃいけないし選んでほしいんですよ。我々に選挙権はないけど。その時にさっきの戦争とか、まあ、中絶置いておきましょうか。あと社会。これ移民ですよね。あとエネルギー。トランプはアメリカのエネルギーを使おうと。500年はアメリカの 石油も天然ガスも持つと。あのシェールガスか。石油もシェールガスも持つと。で、一方のハリスは、あの、電気自動車。バイデンの時に電気自動車にものすごい優遇措置を出したんですよね。で、トランプはそんなのやめると。結局、中国から車輸入してるだけじゃないかと。その電気自動車はね。アメリカ国内でアメリカのエネルギー使おうよと。で、それだったら、あの、 大気が汚れるじゃないか、あるいは二酸化炭素が増えて温暖化するじゃないかこれがまあ民主党の主張なんですが、まあ、それに対してもトランプさんはですねあのきれいな空気きれいな水これが大事だということに私トランプも依存はないとただしですねその車の,あのエネルギーを例えば石油にすることによってで環境がどの程度汚れるのか。 そして電気自動車だったら環境がどの程度汚れるのか、これを比較したときに電気自動車の方が優位だなんて全然言えないでしょう。それはそのとおりですよ。結局電気自動車は確かに排気ガスも出さないけど、その電気を作り出すときに火力発電所でやってたら、結局火力発電所で二酸化炭素を出してるやんっていう、この話になっちゃうんですよね。 アメリカ大統領選の行方、もうここ1年ぐらいですよね、で半年はかなりで、半年前っていうと、なんかトランプさんがこう銃撃されたというあのショッキングなことがありましたよね、半年前じゃないのか、えー、っと4ヶ月くらい前かな、いよいよ投開票ですね、4年前のような投票で不正があったとかっていう、ああいう騒ぎにはならないでほしいですね。 注目です。